今日はディズニーランドです。今日もめちゃくちゃ楽しんでやろうと思います。最高だな。そしてさ、この私たちの好きなエリアさ、めっちゃ近い。それな。すごっ。ね、かっこいい。入ったらでしょ。いいよ。やば。マジでやば。楽しかった。楽しかったね。やばい。なんかさ、ちょっと長いよね。長い。疲れるぐらいの長さなんで。叫んではられない。もういいかなっていうポイントがあるよね。ちょっとマジで疲れた。朝一スペースマウンテン重たいね。クソ長く感じたけど、まあ楽しかったね。スターツアーズに行きます。お決まりのコース。5分やばい。よっしゃー。確かに。素晴らしい。いや、本当に光ってるね。世間話のプログラムを試したんです。いや、世間話が一番難しいですね。どうも、お元気ですか。すぐだね。やばすぎる。うわ、最高この空間。よし。結構前。もう俺らでその最初の C3 のセリフでめっちゃぶち上がるっていう。ベナ来るベナ来るって言って。2人でね。そう。やっぱシンデレラ城テンション上がるわ。チキン食べるから。フォークライスロード食べたい。食べる？うん。じゃあ。いいじゃん。美味しそう。どう？まあ。うまい？めっちゃうま。めっちゃうま。そんなに？チュロス大好き。めっちゃいい匂いする。待って、これめっちゃうまい。あ、ほんとに？いい、騒いじゃった。だから、騒いじゃった。食べてみたい。マジうまい。え、うまいうまいうまい。え、すごいうまいこれ。急に騒いだけど。え、マジでうまい。めちゃくちゃうまい。うまいよね。きりたんぽ？きりたんぽみたいな。だよね。美味しい。あれだね、麹。みたいな。マジで。酒っぱいに発酵してるから。真面目な顔するよね。うまい。美味しい。うん。美味しいねこれ。もう一回食べたいね。うん。俺あと2本は食べる。でもチキンも食べたい。食べたい食べたいって。うわ、やば。この辺やばい。やばいね。マジでやばい。一日の愛を描いた美女と野獣の世界を体験するアトラクションです。
なろう。さあ、大丈夫でしょう。はい。さあ、お並びいただければ大丈夫です。物語の中に400円ほどで。美女と野獣好きだもんね。危ない。そんなに感動した。めっちゃ感動しちゃった。最後の歌のところ。あれ撮影 OK なんだもんね。そう、調べたら OK だった。ね。さあ、ちょっとお腹減ったね。ね、スイッター。俺も感動した。ね、でしょ、うん、俺ちょっと前に見せてもらったじゃん、なっちゃん。見てよかったね。見てよかった。わかったから。あれ、あいつ好きなんだよね。ちっちゃいティーカップのやつ。チップでしょ。チップ。
カルツォーネセットでいいでしょ。はい、ほら大きいサイズです。ありがとうございます。ね、これマジでうまいんだよな。今ね、具が下にいっちゃう。そう、香ばしいよ。どうも、動画ですよ動画ですってなんかめっちゃ素人みたいなこと言って疲れた、足がぶっ壊れそうなぐらい痛い。でもだいぶね、座ってたら回復したけど。私昨日めっちゃマッサージしたからそんなだな。すごい今日元気だね。逆に俺昨日めっちゃ元気だったもん、ね、私は多分よく寝れたから。俺も寝れたけどね。ちょっと休んだらカリブの海賊行きますか。なっちゃんがこれクリスタルパレスレストラン撮ってくれたのです。これ俺全然、俺がね何回やっても撮れなくて全部埋まってますってなったんだけど、多分なっちゃんが代表者はまだ伊藤夏子になってるそう、なっちゃんが調べて予約検索した時にたまたま多分この枠が空いて6時40分っていうちょうどいい時間をね取れました。え、伊藤夏子になってる？なってるよ、ほら。え、嘘？まだなってる。え、なんでだろう？わかんない。決まってないよね。決まってない。あ、すごい。あ、久々だ。あそこのレストランも行ってみたいな。予約必須だもんね。 GoPro で撮ってみてます。イエイエイ。ちょびっと雨降ってきた。はい、結構疲れた。うん、そんなことない。眠いけど疲れてない。あ、そう。楽しかった ね。俺もなんかでも元気になった。結構休んだし。スターツアーズも結構乗ったよね。スターツアーズ、ホーンテッド、スペースマウンテン、スペースマウンテン、ハニーハント、美女と野獣、カリブ。え、カリブ、カリブ、そんぐらい。そんぐらいかな。で、今日はなんだっけ、クリスタルパレスレストラン予約、なっちゃんが取ってくれたので晩ご飯はここで食べて、6時40分からなんでそれ食べて、その後のことはその後考えます、はい、すごい素敵。やばい、一回昔行ったよね。何年前だろう、最初の方かな。めちゃくちゃ可愛いでしょここ。ご飯です。楽しみだ、楽しみだクリスタルパレス、やった。あっちにもなんかさ、あのバーガー、うわ、何を出せばいいの？他見せればいいの？めっちゃ可愛い。楽しみ。私ね、グリーン、リトルグリーンマンガ食べたい。ね、あるらしいね。食べたことない。すごいよ。綺麗。この寿司ロールのチキン。え？うん。一個？二つ。あ、それうまそう。俺はいいや。いいの？ビーフシチュー。ちゃん食べる？俺いいや。うん。
よ5、6個ようこそそれでいいやありがとう、はい、2つ手の子乗ってるありがとう。いいよいいよ。ケチャップおにぎりだ。俺それ知ってる。ありがとう。はい。やったやった。なんか腹減ってきた。この俺の爆食いカスタム。爆食いカスタム。あっちゃんは。かわいいこれ。おいいね。あめっちゃこぼれてる。汚くなっちゃったやばい。いいね。ここいいね。ね。めっちゃいい。食べますか。食べましょう。いただきます。チョコレートケーキ食べたい。あ、それ。それなっちゃんずっと食べたかったやつ。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しかった。お腹いっぱい。お腹いっぱい。やばい。めっちゃ綺麗だよ、そうちゃん。やばい、写真撮りに行っていい？いいよ。もうね、夜ご飯食べてあっという間に8時過ぎになりました。今日早かったな。ね、あ超楽しかった。やだよ。寂しいよね。これディズニーランドの終わり際ってマジで何なんだろうね、この寂しさ。本当に昨日も言ってたけど最後スペースマウンテンちょっと乗って帰ろうかなと思います。このドキドキの瞬間をロケットの外に出したりしないでください。花火が、花火上がってる。わかんない、知らなかった。花火あるんだ。すげえ。ここから見えるよ、ほら。すげえ。すごい、まさか花火もやるんだ、ね、知らなかった。1泊2日でした。もう言うことないね。最高だった。綺麗だったね。泣きそうごめんなさい。帰りますか。帰ろう。あの本当に最高の1泊2日でした、うん、もう俺らねディズニー大好きだしこうディズニーランドもディズニーシーも俺らの本当に思い出の場所で、結婚してすぐにねこうオーストラリア行く前に一緒に来れてよかったです。ということでこれは多分日本になってるんだと思うんだけど、どっちを見てくれた方、この動画だけ見てくれた方、前の動画だけ見てくれた方、まあこの動画で出会った方ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました、ディズニー楽しそうだなと思った方、そして結婚おめでとうと思った方引き続きチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッター、SNS やってますんでそっちもフォローお願いします。じゃあ俺たちはちょっとゆっくりして帰ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも素敵な一日を過ごしてください。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。
何回このシーンあんの。え、本当だよ。あらら、もう暑い？うまっ。私これ大好き。